米の消費量はね、半分に減った。糖尿病は断続的に増えている。間違ってました。病気の歴史が始まっていったと。原始人と一万年前からの食生活。え、ここに大きな変化があるっていう決定的な違いは、これは。<music> こんにちは。自然中クラブの小崎です。え、今回はお米は体に悪い。 は嘘、えー、糖質制限食の真相についてお伝えします。でまあ,あの自然中クラブですね、えーまあえー、穀物摂取を控える、えー、食事をですね推奨しているわけなんですけどもやはりまあ私たち日本人にとってですねそのお米、えー、っていうものは主食でこう食べられてきていてですね、まあ、お米を抜くなんてとんでもないじゃないかとか、えーまあ、そういうふうにね考えられる方もいらっしゃるわけなんですね。そのまあ前回の、えー、動画でですね、えー、武田邦彦先生 えー、YouTube 動画をご紹介させていただいて、まあ、それに対するね見解を述べさせていただいたんですけどもまたその後にもですね健康に関する。 えー、動画がでですすねね出ていたわけなんです、ね、でそちらの、えー、内容によるとですねその、まあ、お米の摂取量は過去からずっと減っているのに、えーまあ、糖尿病の、ね、患者数は増えているじゃないかっていうね、えー、そういうご指摘を受けたわけなんですねで確かにですね、えー、この、まあ、データを見させていただいたらですね、まあ、昭和40年から、まあ、現在にわたってですねお米の1人当たりの消費量っていうのは半分になっているわけなんですね。でそれに対して糖尿病患者数っていうのは増加 しているわけなんですだからこれまあ、普通で見たらですね炭水化物である米の摂取量が減っていたらですね糖尿病患者数も減っておかしくないんではないかということでだからそのな炭水化物糖質制限食っていうのは、えー、大きな疑問があるっていうねそういうご指摘を受けたわけなんですね。でまあ あのこれを見て、まあ、僕は単純に思ったのはですねお米炭水化物ってまあお米だけじゃないでしょうと <laughs> いうことでほ、まあ、他の小麦とかですね、砂糖とかね、まあ、そういう摂取量が増えて糖尿病が増えるそしたらですね、まあ、相関関係がある確認できるんではないかっていうふうに思ったわけなんですねでそれでですねちょうど僕自身でもちょっと調べてみましたらですねあのこちらのグラフ見るとですね糖尿病の患者数とですね えー、あとはね砂糖消費量の関係っていうのをねこれ見つけたわけなんですねでそうするとまあ,あの厚生労働省、えー、砂糖消費量をですね、えー、見たらですねあの確かに砂糖消費量は1970年まで増えているにもかかわらずですね,ですね、えー、大体その70年以降は消費量は減っているわけなんですねだからここから見てもですね糖尿病患者数がこうやって増えている、えー、っていうことはこれ もしかしたら僕間違ってるかもしれないとっていうふうに言わざるを得ないねあのそういう資料かなというふうに思ったわけなんですねそうだからまあ僕自身がですね今お伝えさせていただいてるっていうのももっともらしいなっていうことを、まあ、調べた結果ですね、えー、こうやってお伝えさせていただいてるんですけど合っってていいるかかどうかっていうのははこれはまた別なんですね、えー、もしかして僕の言ってることがですねまた5年後10年後にですねその新しい新たな発見とかあったりとかしたらですねあ間違ってましたって。 でね、言わざるを得ない状況になるというふうに思っているわけなんですが、まあ、あのこれで見たらですねそのお米そしてその砂糖消費量に対してですね糖尿病というのは相関関係がないと、えー、関係性がないというふうにまあ見えるわけなんですけども、まあ、じゃあ あの本当かなっていうふうにね、まあ、いろいろ考えたわけなんですねでこれねその実は、まあ、アメリカの方でじゃあ砂糖消費量と、えーまあ、肥満の関係、ね、肥満になればなるほどですね糖尿病のリスクっていうのを高まるわけなのでそれを見させていたらですねこのグラフと非常に似たような結果っていうのが出ていたわけなんですね。 で、アメリカでですね、その1980年からですね、2000年ぐらいまでですね、砂糖消費量っていうのは増えているわけなんですが、そこから2000年ぐらいからですね、だいたいその消費量が減っていると。で、それに対して肥満率、それは2000年以降も増えていてですね、じゃあ砂糖と 肥満の関係性がないんではないかというね、そういう風にも見ようと思えば見れるわけなんですね。で、ところがですね、やっぱりね、こういうデータを見るときはその視点というものを変える必要があるという風に思うんですね。このその1980年からに2010年っていうと、まあ、たった30年の歴史の中での、まあ、相関関係がないっていうようなね形で見えるかもしれないんですが、じゃあこれをもう少し俯瞰して見てみると、砂糖消費量肥満率の関係ということでこれ1700年から2000 年っていう間でこれを見ているっていうことです。一人当たりの砂糖消費量がですね、あの1700年から見て1850年ぐらいからですね、急激に砂糖消費量が増えていると。 で、この下側にある、えー、肥満率、えー、になるわけなんですけど、えー、そちらを見ていけばですね、えー、肥満率がふあの増えているっていうことが見えるわけなので、まあ、こちらから見てもですね、砂糖消費量が増えて肥満が増えるで、肥満が増えるということはその糖尿病リスクが上がる、えー、ということで見たらあの長期的に見たらですね、やはりその、えー、砂糖の摂取量と、えー、肥満率そして、えー、糖尿病のリスクっていうのは上がるというふうに見てもおかしくないんです。 っていうふうにね思うわけですね。で、あのそもそもですね、その今回このまあ自然中クラブでお話しさせていただくってこことは、もっと長期的なその人間の歴史っていうふうに見て。 その私たちの食生活の変化っていうのを見ているわけですね。でまあ武田先生がですねそのじゃあ過去1万年前からですね、えー、人間が農耕を始めてですねでそうやって歴史のあるで穀物をずっと食べ続けてきた歴史の中で、えー、急にねインスリンが働かなくなる、えー、とかですねその、まあえー、ホルモンが働かなくなるとかねあのそういうふうなことはおかしいんじゃないかっていうね、えー、そういう疑問をされていたわけですけどもっと俯瞰してみる。 もっと長期的に見るとですね実は私たちの食生活っていうのは1万年前を区切りに大きく食生活を変化させたっていうことなんですねこれはどういうことかって言ったらですねその人類の歴史って見たらですねまあ、この原始人 っっっててていいうう原始人時代っていうのがあって、えー、これがですね、まあ、260万年前からまあ人類がえこう肉食、えー、雑食を行っていたと、えー、いうことなんですね。まあ、これはまあ進化論をベースに話をしているんですけど、まあ、想像論神が人類を想像したということをベースに考えると人類の歴史っていうのは、まあ、あの10万年から20万年前っていうふうに言われているわけなんです。 でまあ、そっちの想像論ベースで見たとしてもですねその、まあ、20万年の,その歴史の中で、えー、19万年はですね、えーまあ、肉魚野菜、まあ、そしてちょっとした果物、えー、みたいなねそういう食生活をしていたわけなんですね、えー、つまりその原始人の時代ではあの穀物つまり農業をやっていなかったわけなので穀物摂取っていうものがそもそも人間の石鹸の中に入っていなかったわけです わけですねでところが1万年前ちょうど縄文時代っていうねそういう時代からですね農耕っていうのが始まってここからですね、えー、農業、えー、つまり穀物を育てて、えー、それがですねその小麦であり、えー、お米であり、えー、その豆類であったりとか、まあ、そういうね、えー、大豆とかそういうものを育てて、えー、それを中心に食べるようになっていった時代が、えー、1万年前から始まっているわけです。 でここから見たらですねその要はパレオダイエットっていう仮説ですねあくまで仮説です、えー、これが合ってるかどうかは別としてですねあの要は原始人時代の食生活でこの時代にはですね、えー、現代の生活習慣病っていう慢性病 がん、ね、もなかったし肥満もなかったし糖尿病もなかったし高血圧もなかったし自己免疫疾患もなかったというね、まあ、あのそういうことが言われているわけなんですねでところがその人間が食生活を変えたえ1万年前穀物摂取を中心に始まった時から病気の歴史が始まっていったとそういうね調査の結果があるということですね ここの原始人のその、えー、原始時代、えー、で見ていった時にですねその食生活で考えたらですねまあタンパク質ねあの、まあ、肉とか昆虫とかですねまあ獲物とかそういうものを取ってたでそして植物そして、えーまあ、ベリー系のようなねそういうものを食べていたということでまあビタミンミネラル食物繊維など豊富なものを取っていたっていうことなんですねでここの時代の大きなポイントはですね 糖が非常に貴重な栄養源だったということなんですね。なので、えっ、ー、とこれ人間の体のホルモンで見たときにですね、この血糖値を上げるホルモンっていうのはいくつかあるわけなんですよ。 これがですね、まあ、グルカゴンっていうものであったり、コルチゾール、これはストレスホルモンですね。アドレナリン、ノルアドレナリン。で、そして成長ホルモン。こういう、これらのものっていうのは血糖値を上げるホルモンなんですね。なので、いくつか血糖値を上げるホルモンがあるわけなんですけども、実は血糖値を下げるホルモンというのは、一つしかないんです。一つ。インスリンってやつですね。なので、その、要は、原始時代、 ののっていうのは糖が非常に重要でいかに私たちの,あの体っていうのは血糖値をを上げよう上げようといい形で設計をされているえにもかかわらず1万年前の農耕革命というものが起きたことによって人間が穀物をそ育てて要は穀物を中心に食べるようになった時代えそうなってくるとですね糖が過剰に摂取えされたことによってですね 血糖値を下げる下げるということで、インスリン、インスリンばっかりで、インスリンが大量に分泌されたりとかですね、そしてインスリンが効かないっていうね、あのインスリン抵抗性になってしまう。それが起きることによって、えー、私たちがその様々な、ね、さまざまな病気の不具合として現れているということが言われているわけなんです。まあ、とにかく、私たちの,そのまあ3つの栄養素ですよね。炭水化物、タンパク質、脂質。 えー、この3つの栄養素にしてもですねもうこれは食べた時にどれぐらいそのブドウ糖に変換されるかということは、まあ、これはもうあの調べればすぐ分かることなんですよねでその炭水化物っていうのは急激にブドウ糖に変わってですね血糖値が上がるピークっていうのはこれは30分から1時間と言われてるわけですでそしてですねそのブドウ糖の変換率で見たらですね大体90%から100%ら百パーセント がブドウ糖に変わってしまううとといこですねだからほとんどお米とというのはブドウ糖に変わると、えー、要は、えー、砂糖と変わらないというふうに、ね、言われるわけなんですで、えー、そしてタンパク質、えー、これがですねまあ、肉、魚、卵チーズみたいなものなんですけども、えー、ピークになるのはなだらかな形でピークになっていくわけですねそれが2時間から4時間でピークになるっていうふうに言われるんですけども、えー、タンパク質のブドウ糖の変換率っていうのはだいたい50%って言われてですねだいたい半分 でそれに対してです、ね、脂質、えー、これがです、ね、油、まあ、バターとかオイル、そして、えー、ナッツ系のものなんですけども、血糖値のピークがなるというのは大体いい8時間から10時間というふうに言われているわけですね。でブドウ糖の変換率っては10%になってくるとです、ね、でその何を食べるのか、同じカロリー摂取、でカロリー摂取量でもです、ね、そのブドウ糖に変換されるものが栄養素によって全く違うわけなんですね。 で、これで考えていくとですね、その炭水化物を摂取するっていうのは90%から100%いきなりですね、しかも短時間の30分が1時間で上がるっていうことをですね、そこでその血糖値が上がった瞬間に膵臓から インスリンというのが大量に分泌されるわけですねでインンスリンっていうのは肝臓筋肉そして最終的に脂肪細胞に運,ぶ運んでいくわけなんですねでそうすると、えー、炭水化物の過剰摂取をしていると脂肪細胞がどんどん大きくなってでそしてインスリンを受け付けなくなってしまうわけなんですでそれがインスリンが効かない状態インスリン抵抗性で血糖値をコントロールすることができなくなるっていうねその結果が糖尿病につながるということなんですね だから武田先生がおっしゃっている通り、そり米の消費量は、ね、半分に減った、えー、だけど、えー、糖尿病の、ね、患者数は、えー、断続的に増えていると、えーまあ、そういうことでその炭水化物、ね、を制限する糖質制限食は疑問だというふうにおっしゃっているわけなんですけども、えー、実はその炭水化物というのはそのお米だけではないと。 いうことも言えるわけですし例えば砂糖の摂取量にしてもですねもう超長期的1700年から要は2000年というこのスパン300年のスパンで見た時に結局ですねもう急激にですね糖の摂取量が増えてでそして肥満が増えるでそ,してそして糖尿病が増えるということから見てもこれは炭水化物が摂取したことによってですねその体の不具合が起きていると。 ねまあ、これは元となるのは、まあ、パレオダイエットっていう仮説原始人、えー、っていうものの食生活と農耕、えー、革命が起きた1万年前からの食生活、えー、ここに大きな変化があるっていうことですね。でそうすると人間要は人類で原始人を含めたその人類の歴史で見たときに、えー、もう95%からね99.9%、まあ、進化論をベースに考えたらですね260万年のうち259万年は人間は健康に生きていた。 えー、そして、えー、もうたった1万年という歴史の中で、えー、病気の歴史が始まったということを言うとそこの食生活の違いを決定的な違いはこれは穀物摂取のその違いなんですねその違いから見てもですねライフスタイルの違いから見てもやはりその穀物摂取を控える、えー、そういうふうに考えていくと糖質制限食っていうのが、えー、一番ですね今のところですよ。 今のところ僕が調べた中で理にかなっているというふうに考えております。 まあなのでねいろいろな見方があります、まあね、米の摂取量が減,、ね、減ってるのに豆苗が増えてるだから米がいいっていうふうには僕は言い切れないというふうには思っていますので、まあね、これはねもうあなたがどのように判断するのかそれはもうあなた次第になりますのでぜひともね、まあ、このね検証結果をな比較しながらですねあなたが信じる健康体をです、ね、身につけていただければというふうに思います。 はい、それではですね今回はお米や体に悪いは嘘、糖質制限食の真相についてお伝えしました、えー、もしねこの動画が良かったと思われたら是非高評価ボタンとあとはですね自然中のチャンネル登録パシッとお願いします あとはですね、えー、まあこの糖尿病とかですね、糖質制限、本当かなっていうふうに思われている方いらっしゃいましたらですね、えー、ぜひ友達にもこの動画をシェアしていただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。